本日は暑い中を皆さん私どものパナソニック教育財団の平成29年度の成果報告会にご参集ございまして誠にありがとうございます。全国各地の女性校の先生方、そして財団の専門委員でいらっしゃいます大学の研究者の先生方、さらには実践研究女性の専攻委員の先生方をはじめ多くの方にご出席を賜りまして心から御礼を申し上げます。また文部科学省からは梅村課長様にもお見えいただいておりますし、そして財団の理事や評議員の先生方にもご出席をいただいております。さらには教育関係団体の皆様もご出席いただいているということで、本当に主催者として大変嬉しく思うわけでございます。厚く御礼申し上げたいと存じます。私どもの実践研究女性でございますけれども、子どもたちの確かな学力あるいは豊かな人間性を育むということを目的にいたしまして、初等中等教育の学校現場を対象に ICT を活用してさまざまな教育課題の改善に取り組む実践的な研究を支援する、これが私どもの助成制度であるわけでございます。パナソニック教育財団の設立以来ですね、連続で継続的に実施させていただいておりまして、今年で第43回目を迎えるわけでございます。本日は一般女性の中から選ばれました優秀校と、そして2年間の指定でございます特別研究指定校の皆さんを中心にお集まりをいただきまして、実践研究の取り組みとその成果をじっくりとお伺いしていただきたいというふうに考えているわけでございます。助成期間が2年間の特別研究指定校でございますけれども6校ございまして、2年間の取り組みの過程、さらにはその成果を発表いただきたいと思っております。特に研究内容だけでなく、その取り組みや評価の方法、さらには成果をどう定着させていくか、それをどう普及していくか、そういった方法等についても他の学校の参考となるように地域や全国のモデルになってほしいということを強く期待しているわけでございます。また助成期間1年の一般女性の74校につきましては、提出いただきました研究成果報告書のすべてを大学の専門の研究者の方々に評価していただいているのでございます。本日はその中から優れたものを表彰させていただきましてですね、最優秀校に発表していただきたいと思っているわけでございます。またさらにその中から1校を本年度の特別指定校として9月から約1年半の期間助成を続けたいというふうに考えているわけでございます。この成果報告会におきまして、特別研究指定校の皆様方と一般女性校の皆様方、多様な地域や学校の取り組みと成果を多くの方々に知っていただきましてですね、全国各地で実践研究がさらに充実発展につながっていくということを私どもとしては期待しているわけでございまして、多くの学校の参考になればと思うのでございます。さて皆様方ご承知のように新しい学習指導要領が示されておりまして、小学校は2020年から全面実施、中学校は2021年度か、高校は2022年度から学年進行ということで、まさに新しい学習指導要領が動き出そうとしているわけでございます。その新しい指導要領の中でも、学習指導の中でも情報活用能力というのを非常に大きく取り上げられているわけでございまして、各教科でコンピューターを活用した学習活動を充実させていくということもしっかりと謳われているわけでございますし、コンピューターでの文字入力の習得や、あるいはプログラミング的な思考を育成するということも大事なことだと示されているわけでございます。ご承知のようにアクティブラーニングということも強く言われているわけでございますけれども、新しい指導要領では何ができるようになるかということを具体化、明確化する、具体化するんだということが言われているわけでございまして、かつてのようにどれだけのことを学び、どれだけの知識があるかというだけではなくてですね、その知識をもとにどこまで何ができるのかということこそが大事なわけでございまして、能動的な学習であるとかアクティブラーニングとか言われておりますけれども、自ら課題を発見してですね、それを解決するためにどのように主体的に、あるいは共同的に学んでいけるかということが大きな課題になっていると思うのでございます。
この新しい学習指導要領の方向性についてですね、私どもまさにパナソニック教育財団が実践しております女性の特別研究指定校や一般女性校というのはですね、まさにその先端を切って ICT 教育を活用しながらですね、学力の向上や教育の充実に取り組んでいただいているわけでございまして、まさに新しい学習指導要領を目指しているその方向を、この特別研究指定校や一般女性校の皆様方がですね、それぞれの学校で地域や学校の実情を踏まえながらですね、一生懸命努力していただいている、そのことをこの場で発表していただくということでございますので、大変私は重要な会議ではないかと思うのでございます。最後でございますけれども、女性校の皆様方にお願い申し上げたいと思うわけでございますが、実践研究の成果の定着と普及の取り組みといったものをですね、今後とも継続的に実施してくださいましてですね、そして発展的にさらにそれを伸ばしていくよう努めていただきたいというふうに思うわけでございます。私どものこの何と言いますか、パナソニック教育財団の女性の一つのコンテンツといたしましてはですね、大学の教育学部やあるいは工学部やそれぞれのいろんな分野の大学の先生方がですね、小中高等学校の学校現場の実践に対して、いわゆる小中学校の先生方とは違った観点からですね、大学の研究者の立場を踏まえてその点でアドバイスを差し上げると、そういうことも非常に大きな役割を果たしていると思うわけでございまして、そういう中でですね、皆様方が大学の先生方のご意見も踏まえてくださいながらですね、児童生徒やその地域の実情を踏まえてですね、まさに実践研究を進めていただくということが大きな狙いになっているわけでございます。その意味でこの今回発表なさいます方々、あるいはご関係の皆様方のですね、引き続きましての私どもパナソニック教育財団へのご支援とご協力を心からお願いを申し上げてですね、ご挨拶に返させていただきたいと思います。今日は誠にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。